はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。昨日ですね、佐藤北区支部長と赤羽駅で政治活動してまいりました。まあ、動画上げた後なんですけどもね、私のこと知ってる方3人にお声掛けいただきました。ありがとうございます。知名度まだまだですけれども、地道に頑張りたいと思います。受信料を滞納してる女性、おばあちゃんなんですけど、請求書が来るたび破って捨ててるって言って威張ってまして、うちだけ放送止めてくれって言ってました。それってスクランブルですよね。10月2日 NHK スクランブルでも行います。詳細は動画説明欄もっと見るをクリックしてください。昨日10月2日行くよって、言ってくれた男性にお声掛け、いただきました。ありがとうございます。昨日から Amazon で販売を開始した日本は超個体であるが、政治学、議会国会、政治史、比較政治の3部門で1位取っておりました。まあこちらが今確認したら今でも1位になってました。お買い上げいただいた皆様、誠に誠にありがとうございます。紙の本ねえのかっていうご要望非常に多くてですね、今作ってる最中であります。出版社の方からですね、紙の質とか表紙とかどうします、聞かれましたけれども、もうそんなの任せっから、スピード重視で、とっととやってください、わかりましたということで、作っておりますんで、紙の本が欲しいという方、ちょっとお待ちください。ちょっとだけ、バカ総理とバカ自民党、もっと外国人労働者を入れなければ、高度人材獲得に遅れをとっている日本はなんてほざいているそうであります。朝日新聞が喜んで、報道しておりました。ネットの話、労働力の輸入で日本人の給料上がらん、もうほんといい加減にしてほしい。コンビニやウーバーで働く高度人材とは、高度人材ってただのバイトなのがバレてるのに、いつまでこんな寝言言ってんだ。高度な人材に必要なのは生活保護ではないだろう。いい加減にせえや。外国人にお金使うのおかしくない？日本人の高度人材育成に力を入れるべきと。そういえばですね、生活保護率、日本人は 1.6%、外国人は 2.3% で、外国人の方が高いんだって。豊島区でね、それ聞いたところですね、豊島区の外国人は優秀でして、日本人の生活保護率よりも低くて参っちゃったんですけれども、豊島区は世界で一番、一人暮らしの高齢者65歳、の比率が世界一多いっていう特殊な区場所ですんで、まあそれもやむなしなのかな、思ったりなんかしてね。試験です。バカ総理とバカ自民党が全く何も分かってないことが分かりますね、これ。労働力輸入したら、需要を増やしたら価格下がっぺ、日本人の給料下がんねえ、上がんねえべね。バカ総理にですね、日本は超個体を100回読ましたいな。世界の高度人材獲得競争に負けているって、総理の情報が間違ってんですけど、多分安い奴隷が欲しい財界の要望をですね、経産省経由して吹き込んでんだろうな。バカ総理ね、こんなとこだけ聞く力発揮して、こんなこと言って、保守層の支持下げてることわかんないんだな、バーだからな。高度人材日本人がなんぼでもいんのに、それ育てよって発想ねえのな。手っ取り早く外国人を輸入って、プロ野球の外国人助っ人じゃねえぞ。とりあえず超個体を1万冊買ってですね、国会議員全員と、官僚全員に読ませたいな、読ませるように、って思います。1万部でも900万円か、そんな感じですかね。横浜市長の国葬出席表明におじいちゃんたち約15名が抗議凱旋、したそうでございます。大多数の市民が反対してる。嘘ですね、これ。市民への裏切りと言わざるを得ない、だそうで、こんな感じ。おじいちゃんたち、
4人しか写ってねえけど、本当に15人集まったのかな。神奈川新聞のあの記事なんで、全然信用できません。写真もこれ1枚だけであります。ネットの反応です。案の定、年寄りばかりで草。結論が最初に決まってる連中とは話にならない。大多数の反対、嘘ばっかり。参加者が15人なのに、大多数って。反対派しつこくて気持ち悪い。言ってることが意味不明でも、異世界住人異世界、欠席を強要すんな。なんでこいつらの言う通りにせにゃあかんねん。市民が国民とは限らない。外国人記者、あなた方はなんで老人ばっかりなんですか。聞かれて見事にちいちゃんたちばっかですね。案の定、現役世代はあの平日昼間集合できねえだろ。有り余る暇を持て余した高齢者のレジャーかな。弔意の強制やめろとか言いながら欠席を強要してんのには本当に笑えますね。脳みそどうなってんだろう。共産党の考えたヘリクスそのまま喋って、この人ら何十年思考停止してんだろう。戦後77年だから、まあ20歳ぐらいの学生がやってた人、57年間思考停止してんですよこれ。上が考えたものそのまま喋ってね、きっとあの脳みそのシワツルンツルンになってるんだと思いますけども。さらに国葬反対派、最低の方法で世界に恥さらししておりました。日テレの番組内でですね、飯塚恵子さんっていうあの読売新聞の人が、大使館の人と話したら、反対派が国葬に出席しないように手紙を送りつけてると。日本は一体どうなってんだ、亡くなった人を普通に弔えないのかと言われ、言葉がなかったとテレビ番組でバラしておりました。ネットの話です。ただの怪文書なんで無視で OK。 日本人じゃない定期、ジョージア大使もツイートしてたな。個人を貶めることで必死な野蛮人、同じ日本人だと思われたくない。そいつら日本人じゃないんで、そいつらパっていう狂人なんですよ。恥ずかしいったらあれしない。世界レベルで異常者認定、パヨに常識なんてあるはずもなく、数パーセントの狂人どものせいで大多数の日本人が狂人のように見られるのは屈辱の極みと。まあそいつら国民じゃなくて人民なんで一緒にしないでください。弔意の強制言いつつ他者に欠席を強制する頭おかしい連中でしてね。昨日もですね、銀座で総係、旧文都の国葬反対デモがありました。連日だな、安倍が最後の聖戦ですね。これ燃え尽き症候群で燃え尽きちゃって、国葬終わった後ガグッと来ないといいんですけど、まああの連日のデモ参加、集会参加で、まあ疲れて、免疫落ちちゃいますよ。風邪ひきやすくなっちゃいますよ。中核派政治部の令和新選組が上りを掲げて堂々と参加しておりました。支援車両を運転する国葬違憲訴訟の差し止め訴訟の原告団代表の田中正道、この人はあの人殺して服役してたことあるみたいですね。総係レギュラーの芝木対政教石野と、夜の銀座で太鼓を叩く迷惑極まりないおじいちゃんたち、左端に太鼓を叩いてるおじいちゃん、わかりますでしょうか。あとこんな連中ですね、見事におじいちゃんばっかり。こんな連中、おじいちゃんおばあちゃん、こういうのにレギュラーになりつつある黒人の参加者、日当いくらなんだろう。外国人の政治活動は禁止されてんだからな。一応原則的にこれで全刑なので数十人っていったところですね。どっかにあの若い女子限定貧困調査員の前川喜平も参加して、たそうであります。ちょっと見つけられなくて、取れなかったみたいなんですけど、すっかりねあの総係のレギュラーですわね。こんなんでもあのテレビは全国放送すんでしょうね。テレビないからあの分かんねえけど、令和は中核派、石野は政教なんで共産党、前川は総係の便利屋分と、高齢化と人数の減少で一緒に仲良くやってんだけど、あれおかしいな。共産に不満で離脱した分と、総係ね、それからさらに離脱した中核派が一緒にやってるって、もう追い詰められてて
何でもいいのかな、連中が結束できるお題が安倍がってことなんですかね、人権平等みたいに誰も反対できないお題目っつうか平和とか、こいつら連日頑張ってるけど、これでますます一般人が呆れて孤立する気がすんな、大使館に電ななんて強制のお手紙出したりね、浅間山荘事件でですね左翼が決定的に世間から見放された、あの時から世の中の空気がガラリと変わった、テレビがこれ頑張って放送していよいよ世間から孤立するんでしょうかね。にしてもですね50年以上も学生運動を続けられて結構なことで、あんたらが恵まれてるのは国がしっかりしてるおかげだぞ、その国を壊そうとしてる、左翼は甘えと言わざるを得ないですね。なんか買ってほしくて床に背中つけて寝転がってジタバタしてる、ダダこねてるガキンチョみたいだな、幼稚だな、上が考えたことを、そのまま鵜呑みして喋って、こいつら、いう感じであります。この国葬反対の騒ぎで、いよいよ国民から見放されるといいななんて思っております。というわけで10月2日 NHK デモメール党員大募集、筑紫部長も大募集であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。